小さな南の島から始まる声を通してつながる世界、ドラゴンアイズ。この番組は未来へつなぐ安心をお手伝い、株式会社ジャストリホーム、手打ち麺、自家製生麺の超デーグワー、可愛いがたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライド、お酒を飲むすべての世界へ、琉球酒豪伝説の有限会社しもじの提供でお送りいたします。皆さんこんばんは。6月1日第61回目、ドラゴンアイズがスタートしました。根っこは沖縄、視野は世界へ。この番組は南の島に住む4人のパーソナリティが繰り広げるリスナー参加型のトーク番組です。今日もこのスタジオからあなたの元にドラゴンダイブ。ここでパーソナリティの紹介です。本日も画面の中からおこんばんは、達也です。そしてはい、やっとイメチェンしました、レイラです。そしてあれミッチーとニーナちゃんがまだ来てませんが、ニーナちゃんはお休みです。はい、ミッチーさんは今猛速球で、超特急で向かってるそうです。猛速球猛速球あ、なんか来たかも、猛速球で来たかも今ちょうど自己紹介をしたところです。はい、そしてミッチでーす。だって画面に映ってないけど、後ろを振り向くとそこにはそう白い女性、マイクのスイッチが入ってませんね。あ、そう、あ、入ってる。あ、入ったか。はぁ、あ、よかった、ギリギリセーフでしたよ。イエーイ。こんなバタバタして始まる感じある？じゃあ後ろからよ。もう警察がいっぱい追いかけてきてからよ。何したの？やめて、その気遣い。雑音でしかないから。熱い。はぁ、あ、というわけで、はいはい、この最高の3名で今日はお送りします。はい、皆様お休みです。はい、この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmgino1.com、 アドレスはすべて小文字で797@fmginowan.com、 件名にドラゴンアイズと入れてください。また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスでネット配信をしております。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。はい、というわけで、はい、早速今日のテーマに行きましょうか。行っちゃう。なんか言いたいことはある？あるある。金ちゃん髪の毛黒くなったね。ああ、メッセージも来てますね。サウルお兄さんからです。あい、ロイナチョワン髪いいんじゃないって。本当になんかちょっと女性っぽくなったね。嘘。あと俺あっちから走ってきたから黒い人がいると思った、うん、いや全然女性っぽいっていうキーワードが一個も出てこないけど、じゃあなんか今まではなんていうのかな、ちょっと少年っぽいみたいな、少年っぽい奇抜な、はい、的な、はい、今はただのレイナちゃんじゃん。今はちょっと女性らしさもあり、女の子的な感じもあり、ちょっと大人な感じよね。大人な感じもあり、だけど金ちゃんだなって感じ。いや、わかんないよ、今日は大人感出せるかもしれない。出てきた、ね、まだよ、まだ出てこない。はい、というわけで今日のトークテーマは奇妙な出来事です。まあさっき決めましたテーマ。そう、3分前ぐらいに、れいなちゃんがね、奇妙な出来事は、奇妙な出来事はってなったから、あ、いいんじゃん。なんかあの待合室のとこに世にも奇妙な物語っていうストーリーじゃなくて、あ、ポスターだ、はい、ポスターがあったから、あ、世にも奇妙なやついいなと思ったから、それそうだったんですね、パクリだったんですね。それいいね。うん、というわけで改めまして、今週のトークテーマは世にも奇妙な、じゃない、奇妙な出来事です。もうちょいでパクリそうだったよ。というわけで皆さん、奇妙な出来事を
ありましたか、はい、そんな皆さんのエピソードをお待ちしております、はい、というわけで早速メッセージがいっぱい来てますが、はい、あちょっとあれだね、うん、なんかパソコンいじったから、はーう、というわけでいきますよ、はいはい、最初からまだゼロから、うん、まだ読んでませんよ、じゃあいきますよ、はい、大塚健二さんこんばんは、こんばんは、であこっちからかな、そうですね、日本高松マリーさん、はい、あれ神あきんちゃんにだ ね一番先気づいたのこの人です ね本当だ、次銀のおたるさん、はい、こんばんは、ニーナちゃんとミッチーさん以外のお二人さんこらえあ違うか、言われでしょ、最初いた時じゃあれでしょ、最初、うん、メインじゃない人ってこと、そうそうそう、いない人に対してのこんばんはの仕方が遠回しすぎるああね、急カーブ理解するのに今2秒ぐらいかかったよ、文章見たら一発で気づいたぜで、はい、銀のたらさん、いやアウトでしょう、何が何がミッチじゃない、あミッチさんかな、うん、そうそうそう、ギリだった、ギリギリ、あーちょっともう本当に自己紹介にギリ間に合ったかなぐらい、じゃあいい感じ、うん、いい感じだねはい、シュプリームさんこんばんは、こんばんは、大塚健二さん、ミッチさん痩せた感じですね、でも元気そう、先週は口数少なったもんね少なったもんね、少なかったもんねかわいいね、本当に痩せたわけ、なんかシュッとしてますよ、そう4キロぐらい痩せて、それがずっと戻らなくて、羨ましい、そんなにもうインフルエンザウィークは大変でしたか、インフルエンザもだけどその前からちょっといろいろ下痢が止まらなくて本当に何しても全然固まらなくて、はい、もうこの話は詳しくしないでくださいびっくり、現在進行形ですよはい、じゃあサロニーさん、はい、レイナちゃんは喋らなくてもいい、ええー、じゃあ今日はタッチャーと二人で盛り上げていきましょう、はい、まずよ銀のおたるさん、金城さん黒カビも似合って素敵、惚れてまうやろー、喋っていい、いいよ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 、それに対してコメントがあるんかい、金城さんです、いや、喋らない方がよかったやっぱタッチャー2人で行くね、そうね、そうねじゃあ行くよ、タッチャー、うん、大塚健二さん、はい、お二人さん気がつかなかったの、金ちゃんは原石なんですよ、4月20日に気がつきました結構最近、結構最近やん、結構最近だし、うん、何の原石、いや、意外と前だけど確かに今6月か、4月20日何があったの、金ちゃん友達の誕生日、うんうん、やっぱり喋らない方がいいのかもしれないですよじゃあ大塚健二さん、金ちゃん病気で痩せるのはダメですよ、本当にダメよ、ダメさえ、そっか、じゃあ、うん、ちゃんとすいません、ご飯食べる、運動しなさい、運動走るねはい、じゃあ銀のたるさん、奇妙なことを早く喋って3人じゃあ3人まで言ってないけど、ね、シグナスさん、皆さんこんばんは、こんばんは、というわけで今週のトークテーマいくよ、うん、はい、最近職場で久しぶりの人たちとお仕事をしたわけ、はい、でみんなでなんでか知らないけど怖い話してて、うん、休憩中によ、うん、それである一人の人が友達が亡くなったって、その人の2週間後にその人から電話来たって、はその人の番号から、だけど気づいたけど怖くてどうしようかなどうしようかなと思ってから切れたって、うん、でそれから一息ついてかけ直したから取らんかったって、怖い、奇妙でしょ、怖い、たった一息ついてかけたら取らないんだよ、本当にあの本編さんの方が取り上げそうなでそれから未だずっとかかってきてないって、奥さんからもないし、ワンギリ、いや、うん、ずっと電話があって、うん、あ、奇妙なことあった、今、ワンギリで思い出したえ、もう持ってるね昨日、持ってるね、うん、たっちゃんと、あの人の友達と夜釣り行ったわけ、行きましたね、で、俺たち仲良いモアイメンバーの一人がもう俺より体調不良でずっとモアイ来ないわけ、はい、こいつ生きてるかなと思って、もう、みんな誰も見てないから電話したわけ、うん、はい、電話しようと思ったら間違えて違う人に名前が一緒だっけ、漢字も、はい、名字が違くて、はい、で間違えてその人にワンギリ、あ、電話かけちまって、アミスターって言って、
多分プルルってもなってないのに消したんだけど、うん、多分あっちにはワン切りで伝わってるわけ、うん、で、はぁ、ミスったデジアムサイと思って、まあ、いや、この目的の人に電話かけようと思ってかけようとした瞬間、まさかの折り返し着信。何が奇妙もう全然今頭に入ってこなかったんだけど俺も頭の中でまとめきれるかなと思ったら、うん、これその場にいないと伝わらないから、うん、多分面白くない話だったなうん、だったはずで、撮ったんですか。びっくりしたよ。で、うん、掘らないでそこの話は気づいて終わらしといて。はい、というわけで奇妙な話、金ちゃんありますか。金ちゃんね、金ちゃん、うん、毎日奇妙やねあった、あの昨日歌の練習終わって、で、あのお友達のお家に行ったんですよ、うん、でおしゃべりして12時ぐらい、夜の12時ぐらいになったから、あ、もうそろそろ帰ろうねってなって帰ろう、帰ってる途中になんか眠くなって、いきなり居眠り運転しそうになっちゃって、あ、やばい、もう意識飛んでたと思って、でもちょっとお腹空いてたから、なんか食べようと思ってすき家があったから、すき家に入ったんですよ。で、ドライブスルーしたら、ドライブスルーして、なんとか牛丼くださいって言って、で、前に進んでくださいって言われて、で、進んだらお店から出てしまったんですよ。あれ待って本当に待って、放送事故、放送事故じゃあ、それで、うん、お金も払わない、牛丼も取らないで、うんうん、どっか行っちゃった。いや、帰ったば、最悪のお客さん。話の内容はすごい面白い話、うん、内容かな、うん、できた出来事は面白かった、うん、ただ、下手くそかじゃあこれを代わりにたっちゃんが上手に話してごらん。ごめん、全然頭に入ってこなかったじゃあ俺が行く。うん、昨日歌の練習しておけ、うん、で、終わってからもう友達の家でちょっと行くってこうやっさと思って、うん、行ったわけ、友達の家に、うん、で、少しゆんたくしてから、そろそろ帰ろうかなと思って、帰ろうと思って死に鈍いしてきてから、うん、あ、もうどうしよう、ちょっとコンビニで休憩しようかな、けど頑張ってお家帰ろうかなって考えてたんだけど、うん、ちょっとひもじいなって思って、うん、で、目の前にすき家あったわけ、はい、あ、ここはもうちょっと牛丼、ネギ玉牛丼、僕の大好きだねネギ玉牛丼でも買って、ドライブスルーでテイクアウトして帰ろうかなって。ちょっと待って、はい、全然変わらん全然オチがあるんじゃ違う、いや知ってる、オチ、オチがある、それを変えようとしてたの違う、嘘帰るまで短縮して、短縮してたよ、うん、金ちゃんの前するか、リスなんかざわざわしてるから今ざわつかせるのが僕たちのお仕事、うん、はい、今5分ぐらいざわざわしてたよ。あ、でも最後に一言だけ、まだ続くわ、うん、Uターンしてちゃんと食べました、おしまい、オチある、はい、行きまーす大塚健二さん、はい、金ちゃん、どんまい、少しずつ取り戻そうそれ君に言われてるね金ちゃんじゃ、ミッチーさんって、あれ、ちょっとコンタクトの調子悪いなはい、銀のおたるさん、奇妙なこと、固定電話から電話をかけようと受話器を取り上げたら、電話をかけようとした相手とつながっていた。え？え？どういうこと？あ、電話かかってきてたんだ、あっちからも。あ、なるほどね、もうジャストタイミングでやったら、うん、昨日の俺みたいな感じだったってことだよね。無理やり自分をちょっと株上げようとしてるけど多分違いますよ、うん、しかも固定電話ですよ。いや、うんそう、それわかるよ、ね、うん、どうした金ちゃん、そういうことできるんだね、固定電話で。できるでしょうね、すごいね感想すごいね、すごいね。じゃあ次、ご希望通り大塚健二さんのご希望があります。はい、次はたっちゃんのすき家ドライブスルーの番ですよもうこの話しない方がいいでしょみんなちゃんとお金も払って牛丼も受け取らないとダメだよ。そうだね、そうだね、そうだね。はい、というわけで奇妙な話ですよ、はい、奇妙な話か。僕が小さい頃の話なんですけど、うん、帰り道に、昔ながらの瓦屋根のお家があったんですけど、はい、その家、人がいるところを見たことがなかったんですね、うん、で、いつもこう
誰かいるかないないかなと思って覗いてたんですけど、その時たまたまおじいちゃんとおばあちゃんがいて、あ、やっぱ人いたんじゃんと思って、はい、目合っちゃったからこんにちはっつったら、あ、おいしいパンがあるよっつって、うん、アンパンもらったんですよ、うんうん、そしたら小学校流れの僕はちょっと味しめるじゃないですか、はい、またアンパンもらいに行こうって言ったら、はい、もうその日以降おじいちゃんたち見なくて、え、もうその日の一日だけいたおじいちゃんアンパンマンアンパン、え、じゃあもうおじさんがいたの、金ちゃん言わないらんだろごめん、今は俺が悪かったうっかり俺もいつの間にかアンパンマンって言ってたからねパスがあれかな、うん、もしかしたらじゃあタッちゃんが悪かったね、俺が悪かった、俺結構アンパンって今言ってるつもりだったアンパンマン言っちゃったから、うん、金ちゃんの反応しちゃったね、頭の中ではね、ジャムおじさんが出ちゃったね、ごめんな、ごめんね、俺がいいの、ごめんね、金ちゃんはいいのはい、ありがとう。銀のおたるさん、今日のテーマドライブする、違う違う違う、奇妙な物語。そしてまた銀のおたるさん、今も瓦屋根の家あるよたっちゃん、ありますね築50年、おじいちゃんいるかも、そこにいるでしょうね、しょうねはい、というわけで皆さんからの奇妙なエピソードまだまだお待ちしておりますよ。一旦 CM です。メールが見えないので、あ、何にしますか、うん、髪伸ばそうと思って確かにちょっと伸びてるよ、伸びてるよな、伸ばそうと思って、あの金髪のままだったらプリンが目立つんで、根元また染めないといけないじゃないですか、そしたら一生伸びないから、始まる前に近所が、あ、奇妙な話ありますわって言うから私期待してたのに、あの、だから眠くってめっちゃ奇妙じゃないですか、もう全部奇妙だってびっくりしたよでも他にあるかな、ちょっと考えてないわはい、というわけで FM 宜野湾からドラゴンアイズ生放送でお送りしております。本日のトークテーマは、でんがこれでん奇妙な話です。で奇妙な話じゃなくてキモい話していい？いいよ、ええ、今日のトークテーマです。あ、いいよ、なんかさ、うんうん、最近、うん、釣り行ったわけ、うんさっきもさっきも釣り、で釣り行って、うん、もう真っ暗になってきて、友達がヘッドライトつけたわけ、うん、ヘッドライトつけた瞬間、俺と友達の目の前ガジャンが30匹ぐらい、へ、こわ、え、気持ち悪くないミリッサ
あ、ちょっと嫌だね、ザワってする。じゃあマジザワってする、うん、見えないからライトつけた瞬間に見えるさ、うん、目の前に30匹くらいのカワガエル増えてる。小さい30匹って言ったよ。そうだ。小さい症状映えみたいなやつ。そう、うもうなんかカーもいるし、そんな症状映えみたいなのもいるし、シロアリっぽいのもいるし、うん、もうライトつけた瞬間もう本当にびっくりしたから、すぐ木かき集めて焚き火した。焚き火した。はい、というわけでメールが来てるので紹介したいと思います。はい、ラジオネーム進撃のめいちゃんさんです。ドラゴンアイズの皆さん、6月もよろしくお願いいたします。こんばんは。こんばんは。生放送お疲れ様です。進撃のめいちゃんです。はい、今お仕事から帰宅しました。疲れました。お疲れ様です。お疲れです。ではテーマと言いたいんですが、わからないので後で送らせていただきますねって。はい、はい、今日のテーマは奇妙ですね。はい、そして奇妙な話来ましたよ。はい、おドラゴンアイズの皆さん、ざわつくラジオお疲れ様です。ざわついてるだろうね。ミッチさんは、はい、いつも楽しそうですね。そう思ってるんだったら君の瞳は曇っている。かっこ笑。お疲れ様です。曇ってるんかい。ではメッセージテーマ、奇妙な話。これは奇妙なのか分かりませんが、お仕事帰りにとある公園を歩いてたら奇妙な声が、うん、あん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 という女性と男性の声が、ちょっとエロい声も。この先は男子2人は分かるよね。分からん、なんかな。ご想像にお任せします。以上、奇妙な話でした。ありがとうございます。いや、これはもうこれ以上は掘り下げまい。だけどそういうのあるよね。あるよね。あるの。あとでちょっと詳しく聞こうか。そうだね、個人的に LINE しちゃおう。はい、というわけでメッセージ、大塚健さんからいただきました。はい、奇妙というか、はい、以前タクシー乗ろうとして、ちょうどお客さんが降りるところだったので乗ろうとしたら、お客さんが同級生でした。へえ。あは、ばったり会った感じ。けどもあれ違う、降りてるし、こっちは急いで乗って、ユンタクシーはタクシーの運転手が怒るから、あ、久しぶり、あ、バイバイって。あ、そうね、急がないといけないね。そうそう、パッと終わっちゃうね。うん、でその後、さっきのお前だよなみたいになる感じですかね。あ、ね、そして大塚健さん、びっくりしてます。え、しも違いますよ、今のは健全な話ですよ。さっきのは決してね。はい、じゃあ次、シュプリームさん。はい、奇妙なこと。 iPhone から嫁さんには秘密の女の子からのメールが消えていた。それからというもの、嫁がボソボソっと、みなみみなみとつぶやきます。怖い。怖いというか、いろいろ怖いな。これ怖いね。シュプリームさんの嫁ネタ俺すごい好きなんだけど。だけど嫁からしたら、あんたの子は奇妙で怖いよと思ってるはずな。そうだ、まあ南高学の方なのか、もしくは女性の名前なのか、それはご想像にお任せします。今日想像多いな。、うん、あ、俺奇妙な話思い出した。はい、どうぞ。最近たまたま糸満って言っちゃった。いいかな。まあいっか。糸満を歩いてたわけ、一人でよ。そしたら目の前に、ん、デージ見たことあるやつさと思って、そういう気持ちになったことあるさ、うん、この人、あれ、この人、はい、デージ見たことあるやつさみたいになって、なんか頭の中に死に違和感が残ったわけ、はい、よく考えたら山本キッドが歩いてた。へぇ、すごいな。すごい。で、すごいと思うさ。うん、で、はだけど見間違いかなと思って、うん、山本キッドインスタって調べたわけ、うん、そしたら多分沖縄に来た、沖縄旅行みたいな感じ来るかなと思うさ、うん、そしたら俺が今いる場所の5メートル先に山本キッドが道場を開いてた。あ、それ、うん、何かで見ました。あ、そうなの。ニュースか何かで。奇妙やんに。奇妙。死にがたい。皆さんぜひ糸満に行ってく、見てください。すごくない。あれ、すごいね。で、これあったんだ。そう、これを、あ、これやばいやつさと思って、モアイメンバー10名いるんだけど、うん、そのグループ LINE に送ったわけ。はい、山本キッド行ってから LINE 交換したぜみたいな、うん、したら誰からも返事来なかった。
はい、というわけでですね、本日のトークテーマ、奇妙な話です。なかなか奇妙な話を続けてるとラジオも奇妙な雰囲気になってきましたね。というわけで気分変えて曲お送りしたいと思います。リクエスト来てます、はい、進撃のめいちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。本日紹介する曲はこちら、リップスライムでグッタイム。この間無言、なんか俺の声壊れてるのかな。変えれば奇妙なやつさ、なんか奇妙か、なんかよ、右聞こえたり左が聞こえたりする。ああたまに、あ、ある、あります。次、おい、なんか流れてるよ、これだった。奇妙奇妙奇妙、怖い怖い怖い、違うな。オッケーオッケーオッケー。やでよ、偉い人に怒られるで。なになになに、え、あれ、みっちさんの LINE の話し方は奇妙です。話の方が、話の方奇妙です。もしかしたら10人 LINE は別で、9人で別の G LINE してたりして、グループ LINE してたりして、すいません、はぶられてる。はぶられてたのか。次あれね、It's only me ね。はい、It's only me では、みんな、なんかガラガラ声になってけどさ、本当に本当にこの目の前で有名人が、うん、テレビ越しにしか見てない人が、うん、見たら、うん、この頭の中整理つくのにちょっと時間かかる。だっけですね。そうそうそう、あれ見たことあるやつさってなる。あー、大きかったです。ちなみに見て、はい、椅子がちょっとゴージャスになって、社長さんになってる。そうなの、うん、分からん、座ったことないもん、そっち側。前までは背もたれが遠すぎてはぁってなってたわ。へ、これも遠いね。いいなぁ、超ビップ席だぜ。ええー、なぁ。奇妙なラーメン屋さんの話していい？いいよ。伊野湾の今中古車街道のところに左に、うん、ラーメン一つ39年みたいな看板あるんだけど、はい、出前オンリーみたいな感じ書かれてるわけ。奇妙やんね。39年もやっといて店舗も構えてるのに出前しか取らない。もうこだわってんでしょ。食べてみたくない？食べてみたいけど出前しましょう。どうしたらいいのか分かんない。じゃあみんなで持ってきてって言うやん。出前とか取ったことある？ないです。あ、ピザもピザしかない。ピザはよく取るよ。ピザとお寿司とか、よく取る。お寿司とか、お寿司もあるんだ。へえ、ピザしか分からんな。ラーメンは前やろうしたよな、前の月の。やったさ。違ったけど来なかったんだろ。あのピザ来たけど居酒屋の、ああ、あれ来なかったね。身内会話か。身内会話。マイク入ってるから。入ってるから。萌えメンバーさ、うん、10名いるんだけど、はい、未だに今6年あ、ちょこちょこ増えたわけ、うん、で1年萌えって増えるんですね、うん、1年を通して全員揃ったので1回も、やばい、1年半かな。ドラゴンアイズよりすごい。お、なんだなんだ。シュプリームさん、山本キットは平中さんとの関係で沖縄合宿してましたよね。へえ、平中さん、ま、メッセージ紹介してから来ない方かな。はい、開けます。あ、曲名を聞かせてお願い。お送りしたのはリップスライムでグッタイムズでした。はい、じゃあメッセージ来てます。マリアさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。奇妙な話、奇妙な泥棒、それは父ちゃんの洗濯物干してたら父ちゃんのパンツとズボンが盗まれる。セクシーな私のパンツは盗まれない。なぜ？え？
まめさんセクシーなパンツなんですか？そこが気になるね。あそこやっぱみんなそこなんだ、うん、いやもっと大事なことがあるだろう。まべやさんメンズでしょ？え違うでしょ？あれ男の人？女性でしょ？女の人？どこに今あれ注目どこ？いろいろ分かんないですよ。いろいろぐちゃぐちゃなりすぎでしょ。でもとりあえずもしかしたらお父ちゃんのセクシーじゃない干してた父ちゃんのパンツとズボンが盗まれたんですよ、はい、ズボンまでか。これ俺大体わかるぜ。はい多分男性の方が歩いててプーしようやすさと思ったら出ちゃって、うん、これやばいと思ってパンツとズボンを変えないといけないけど目の前に洗濯物がちょうどいい感じのが干されてたから右手が伸びちゃった。それ以外考えざるを得ません。ないよ。えないよ。ちゃんと防寒してね。そしてマベアさんはかまよって。嘘でしょ、まあ、ガチで？ほんまに？はい。そして大塚源さん、私の行きつけのラーメン屋は今や飲み明かしてラーメンは10杯売れてないと思います。通って20年くらいになります。おすごい。こういうさ、行きつけの店とかってちょっと憧れないですか？憧れますね、うん、大人だね。金ちゃんどんな店行きつけにしたいですか？確かに金ちゃんはなんかお茶、おしゃれ。はい、わかりました。はい、わかりました。お茶、お茶したら、うん、俺も通いたいわ、そういうとこだったら。じゃあ二人探してきてくれ、今日から。はい、じゃあ今から行ってきてくれ。何それ。お茶じゃなくて、おしゃれ。あ、おしゃれ。おしゃれね。おしゃれなカフェ、おしゃれなバーに行きたい。で、マスターとか言ってから。あ、今日も悩みがあるのみたいなね。そうそうそう。あら、素敵。いい。そんな感じ。はい。というわけで、アッチさんから来ました。ニナさんがいないよ。そうなんですよ、別のね、お仕事で。おやすみ。はいはい、銀のおたるさん、これ次、次、次だね。じゃあパパパって言ってコーナー行きます。はい、マチオコパチさん、ドラゴンアイズメさん、こんばんは。こんばんは。銀のおたるさん、右利きだったのか。大塚健二さん、いいの。コメントしないんだ。右利きだったよ、パンツ盗るは。そう思えざるを得ません。早くコーナー行った方がいいかな。じゃあ行きます。続いてはこのコーナー、 It's only me。 こっちの SE がないけど、はいはいはい、始まりました。このコーナーでは普段共感してもらえないあなたのこれって私だけ？や地元じゃ当たり前などといったお話を募集します。というわけで久しぶりな感じがしますが、久しぶりだね。みんなそろそろネタは溜まってきたんじゃないかい？溜まってー。はい、じゃあ俺からいきます。はい、どうぞ。ペットボトルのゴミ箱が気に食わない。 It'sオンリーミー、わかる？これん、なんで？あのゴミ捨て場あるじゃん、うん、で、はい、ペットボトルのゴミ箱って、うん、すぐ横にキャップ入れがあるの、わかる、うん、ちっちゃいやつ、うん、で、まあ分別するじゃない、うん、ラベル剥がして、うん、キャップ取って、うん、まあ、ペットボトル捨てますよ、うん、で、キャップもキャップ入れに捨てますよ、うん、その先がどこ行ってるかっていうと行き先一緒なわけよ。え？はあ、あ、袋が2つ違う、別じゃないんだ。別じゃなくて、中一緒なの、分ける意味ないだろって。あ、そうなんだ。こうだけかい？それ、その店舗だけ違う。いや、もうめっちゃあるし。たまにキャップだけカゴにされてるのもありますよ。俺もカゴタイプしか見たことない。やってるとこはいいのよ、うん、やれよ。穴開いてただけじゃん。なるほどね。さあ、分かったじゃん、それ多分、うん、お店の袋入れた人が間違えたん違う。あは絶対ありえんだろ、このうっかりさんね。だいぶ間違ってるね。もしそうだとしたら、うん、ただの二度手間だ。というわけで、まあ分別は大事なのでしっかり分別していきましょうね、はい、という僕のメッセージでした。はい、じゃあ続いては銀の蛍さん。はい。眠いけど無理してこのドラゴンアワーズを見てるのは自分だけ？ It's only me。あー、
嬉しいけどアワーズじゃないよそこはいいの銀のおたるさんはいいの、いいの嬉しいね、これいつオンリーウィンじゃない皆さん、皆さんそうだよね、眠いけど、まあ、一応この時間に眠い方がいて、うん、これを見てたら It's only we だね、うん、そうだね、でもありがたいメッセージですよ、確かにごじってるけど確かにいいのそこはいいの、はい、そしてメッセージもまたポコポコ来てますよ、はい、ギマさん、はいはい、ニーナいないけど近所だよねかわいい近所さんだよねかわいいレイナかわいい待って近所だよねって受けるんだけど3回確認したのどこかけた教えて受けもしないよな分からん違う違う切ってみようからなるほど教えて久しぶりのレイナちゃん初めてリスナーさんに緊張だよねって言われたあ、受けるはい、というわけでいつも耳のコーナーですはい、行きますよ、はい、大塚健二さん、はい、私だけ自動販売機の横のゴミ箱カエルに見えるのは It's only me どういうこと分からんあの形形あの2つ穴が開いてるこういうこの感じあ本当だ嘘そうだとしたら、うん、It's only you 違う Only you だね言うかなこれは久々に出ましたねこっちはそう思うな It's only you 久しぶりに出ましたね、うん、そして続きまして大塚健さん、はい、私だけこの時間に合わせて起きてるのは It's only me? わー嬉しいわけどあれじゃん銀のおたるさんもある意味頑張って起きてるこれは2曲やね9時、ま、10時まで頑張って起きるか9時まで寝ておしゃーってやるかそうね近しいところありますねただ嬉しいお話ですよ嬉しいですよね本当にありがとうございますはい、はいいつの耳か何があるかねあれもう閉める時間かいまだだあまだだよねこんなの言わんと、うん、発車発車あ、はい、はい、これって私だけ家族4人家族なのにお家にある車が6台ある It's only me あすごはい金ちゃんは何台車持ってんの金ちゃんは1台、うん、で弟2人いるんですけど弟1人ずつ1台で3台でしょ、うんうん、でなぜかお父さんと弟あお父さんと弟用のが1台、うん、でお父さんが2台持ってるはいみんないくつか計算できたかなはい6台いや全然分からなかったけど6台なってた今なってたなってるやんならんかったらやばいだろこんな式がめちゃくちゃな足し算俺初めて見たんだけどそれに気づくか気づかないかでもあそうそう引っ掛け問題そう今何足す何足す何だったの要はあれでしょ金ちゃんのお家には車が6台あるってことでしょ最初で聞いてたよそれ以下の質問が全くいらんかったよ4名いるのに6台あるからうんそこで終わってくれなかったなあさそれあけどそれ言ったら俺あれだよ、うん、俺1人で2台持ちだよおわ、かっこいいかっこいいかっちょいいだろえどうやって使い分けるんですかえ彼女用と友達用だよ待って彼女はマニュアルの軽トラさ友達は友達はタバコ臭いあの例のやつさあのさあんまりどっちもいい車持ってないどっちもいい車持ってたら1台しか持たんさそして大塚健さん、はい、結局何台なのほらあれ方程式が見えなかったんだね、うん、そうそう6台なのそしてギマさんレイナ今度写真&握手&サインお願いしたいなってあいいですよお私でよければギマさんじゃギマさんちょっと一回来ていただいてそうだねうん金城さんがねそう金城さんがギマさんって書くねうん漢字わかるちゃんと勉強しといてよオッケーオッケーそしてあれギマってどんなだったってとっても失礼なことだからね
はい、じゃあ行きますよ。はい、サウロお兄さん、はい、実は僕猫なんです。にゃIt's only me cats。 ちょっとコーナーのやつか迷ったよね。迷った挙句だったの。これはいやコーナーなのかい。コーナーだよ。 It's only you だったとして、うん、大変なことになるからね。金ちゃんも実は〇〇なんですよね。え、金ちゃんも実は〇〇なんですよね。はい。実は私金ちゃんなんです。え、はい、そうなの。すごい、実は金ちゃんなんだって。はい、金ちゃんっていう生き物です。あ、なるほど、納得。確かに。はい、じゃあ次行こう。いいですね、今日金ちゃんいいですよ。いいですよ。僕たちのツッコミが頭が回らず次に行くことしかできない。どんどん回していこう。はい、大塚健二さん、はい、9時まで寝てむくって起きておっしゃーです。じゃあ、たっちゃんの渡ってたんだね。すごい。アラームかけて、アラームかけて、おいおい、ドラゴンアイズ始まるやし。大丈夫ですか、目覚めにこんなラジオを聞いて。そしてまた10時に眠っちゃうのかな。あ、そうじゃないですかね。ちょっとだんだん僕らも後半にかけて、うん、子守歌のようなラジオをお届けしてますからね。そうだね。じゃあ、金ちゃんの子守歌をかけて大塚健二さん眠るか試しにやってみよう。え、ドラゴンアイズヤッホー。眠れそう。起きて、まだ眠らないで。はい、じゃあ行くよ。はい、サウロ兄さん、はい、僕のゲンチャリアップルティーで動いたよ。オンリーミー。すごい、嘘つくコーナーじゃないから。まずアップルティーを入れようって思う発想が、ね、待ってよ、本当に動いたのかな。すごいな、ね、それ多分アップルティーじゃないですよ。てか、もし動いたとするさ、仮に、うん、レギュラーより高いやんに。500ml 140円するやん。確かに。確かに高価だね。うん、廃屋より高いよ。まずまず高いよ。それで動いてもな、維持できんよや。それに気づいたお前がすごいよ。すごい、さすが。しかもちょっとだけって、多分途中で止まったんだ。マフラーから死にあんまいかしらしてんに。はい、続いてきてますよ。大塚健二さん、はい、私だけ500ミリのペットボトル必ず飲みきれなくて、あと5ミリ残してしまいます。 It's only me。 わかる。あ、けど俺わざとこれするタイプ。へー。ビールも、うん、ビールはなんとなくわかる。わかるでしょ、うん、ペットボトルってしたってデコボコしてるさ、してるね。あそこにちょっとたまるさ、うん、あれはうぬまあまあ飲まないんだ。飲まない。っていうか俺コーラが飲みきらんわ。へー。最後らへん黒水炭酸水になるからね。いや、最初から黒水炭酸水だから。へえ、初めて聞いた。はい、というわけで It's Only Me のコーナーでした。皆さん、このコーナーちょくちょくやるから、うん、いろいろエピソード集めといてね。いった CM です。だっちゃん、メール来てたら呼んでよ。あ、のどかきのお父さんが寝てる。え、寝ないで、起きて。あ、もしかしてサウロお兄さんのちょっとだけってあれかな、金ちゃんの歌でちょっと眠くなった。あ、そうか、このこれ今金ちゃんの子守歌で寝てるのか。と、じゃあ思う。レモンティーだったかな、どっちでもいいわ。どっちでもいいわ。甘い匂いしそう。同じ。皆さん起きて、もうちょっとだよ、あと15分。あれ、次何？次はエンディングですよ。次はテーマ。テーマ？エンディングの時間ですよ。It's only me ありますよ。あ、これ今続いてるよね。うん、銀のおたるさん。煮込んだ大根嫌い。だけど生の大根は美味しいの。It's only me。あ、俺昔そうだった。あ、嘘。味噌汁とか煮込んだやつが食べきれなくて、うんうん、生は食べれたわけ。生って食べれるんですか。え。サラダとか。そっかそっか、あのまま食べるのかな。
それ言ったら全般ないわ。だって俺金ちゃんが私〇〇なの分かったやつさ、フラーなの。いやそんなことない、金ちゃんはいいの。いいの。よく言われる最近。なんて、なんか話が噛み合わない。多分みんな最近じゃなくて思ってたことが今限界になって口に出てるだけなんですよ。本当に言われる。お仕事10分前。はい。はい、というわけで FM ギノワンからドラゴンアイズ生放送でお送りしてます。ご飯です。はい、メッセージがいっぱい来ております。はいはい。シュプリームさん、はい、今ふと思い出したんだけど、うん、沖縄チャンネルで浮島のセレクトショップの記事を書いたというか出てませんでした。あ、それ大当たり、私です。なんだそれ。あの沖縄チャンネルっていう女性向けのサイトがあって、うん、リーナさんもやってるんですけど、うん、あのそこのライターをしてます。で最近浮島通りにあるセレクトショップさんを記事に書きました。ちょっと失礼なこと言っていい？うん。ケンちゃんこんな感じさ、うん、文章能力あるのかね。あ、ね、ライターってあれでしょ、うん、文字で伝えるんでしょ。そうだよ。俺の多分小学校の頃の日記と一緒ぐらいの今日はドッジボールを しました、とっても楽しかったですみたいな。俺はあれだな、浮島のセレクトショップ超かわいいのおすすめでをみんな言ってねタイプ。でも意外と金ちゃんかけてますよ。あ、読んだことあるんだ。うん、あるあるある。へえ、素晴らしい感じで書いてますよ皆さん。はい。じゃあ金ちゃんあれだな、突発的じゃなくて考えてやったらいい感じになるんだ。そうそうそう、超時間かかるけど。最近ね、FM ギノワンドラゴンアイズのブログも金ちゃんが一番書いてますからね。私書いてくれちゃんと、ね、誰か担当金ちゃんかな。はい、というわけでメッセージが来てます。はい、この方です。大塚健さん。あれ、あ、いいよ。今のタイプはあれだったな。まあ、いっか。試したことないですか？ガソリン残量警告出てから何キロ走るか。私だけ1リットルガソリン1リットルガソリン瓶に入れてやってしまいます。へえ。あれだよね、乗用車は20キロだったっけ。結構走るよね。結構走るよってよね。あのランプがついてからですか。そうそうそう。へえ。噂ではついてからヤンバルまで行けるぜっていうのが僕今でも信じきれないんですけど。まあどっからヤンバルに行くか分からない。名古屋からだったらいけると思う。なるほどね。ちなみに私軽自動車なんですけど、うん、お家から出るときにランプついちゃったんですよ、うん、でもはやばい、ドラゴンアイズ始まっちゃうと思っていつもお家からあの高速道路乗ってくるんですけど全然大丈夫でした。でしょうね。え大丈夫かなってちょっとそわそわしたんだけど意外と大丈夫なんだ。今なんか大丈夫じゃないエピソードが来るのかなと思ったら、でも私なんとかでしたよみたいな感じとか真逆を来るのかなと思った。普通大丈夫な話してたら、うん、まあな、うん、オッケー。サロお兄さん、レイナちゃんは何も考えないで行ったらいい。いやだからこれが多分一番の新鮮な金ちゃんですよ。そして銀のおたるさん、はい、いいの金ちゃん、いいの金ちゃんなんだから。なんかポエムみたいな。ポエムね。そしてメールが来てるので紹介したいと思います。だってあと一個これまで、はいはい、大塚健さん、かけるのかっこ怒り、金ちゃんはかけるの。はい、ありがとう。はい、じゃあメール言ってください。はい、その間の今日の例のやつを探しておいてくださいね、うん、はい。おほほ、こんばんはでございます。ドラゴアイズの皆様、ラジオネーム、今日も多分おかしな銀のトランボーンです。おこんばんは。今宵のテーマ、ドライブスルーですか。違いますね。20年も会っていなかった同級生の人ばったり会ったら、その人と1週間のうちに5回も会った。本当に奇妙なこと。20年も会ってなかったのにばったり会って、そこから5回連続ですよ。すごいね。1週間の間に同じ職場だったのかな。いやもう本当にその習慣だけが。あ、そうなのかな。なんかちょっと別なとこ行って
なんかタイミングよく同じ近場で何かやってたとか。そうじゃなかったらもう本当に奇跡の5連続ですね。すごいね。20年も会ってないって言ったら、もう俺隣に寝てた新生児ぐらいの子しか思いつかないですよね。それは年齢的によ。だってあれ違う、高校でも中学校でも卒業して会ってない人いっぱいいるん違う。結構いますね。でもそれだけでもだって14、5年だよ。すごいね。ね、時が経つの早いね。何をいきなり言うんですか。はい、というわけでそろそろ例のやつを発表しないといけない時間ですが、決まってますか。金ちゃんは決まってるよね。はい、あ、どうしよう。じゃあその間にサロンのお兄さんからのメッセージを紹介します。報告、胸毛が少し増えました。売りやさ。その報告いりますかね。あれ、報告しよう、ドラゴンアイズリーみたいになるんですか。いいですね、みんなどんどんちっちゃな報告でもいいです。ただ今日のテーマは奇妙な話。あ、ぴったりですね。あ、何ですか、金ちゃん見つけた顔してますね。見つけたんだけど。うんうんうん、え、これでいいのかなと思って。いいですよ、いいですよ、金ちゃんはいいですよ。じゃあ今日は金ちゃんが決めましょう。よろしいですか。はい、では本日のドラゴンダイブアワードを発表してください。はい、サウナのお兄さん。僕のゲンチャリアップルティーで動いたよです。いいねこれ。おめでとう。レモンティーかもしれんけどね。そうそう。2段階でちょっとかぶせてきたのはさすがにうまかったです ね。 ね、ただ多分これはう、いや本当のことだろうな。みんなやってみてね。ダメでしょ。またガソリンタンクから1回全部抜かないといけなくなっちゃうよ。はい、じゃあメッセージを読んでいきますよ。はい、はい、大塚健二さん。たっちゃん、どこからヤンバルなの。さっきの。そうか、どこからかな。うちの親父はこう、那覇から行けるらしいですよ。へえ。ああ、そういうことか、うん、このヤンバルの基準じゃなくて、うん、あ、どっから行ったかってことか。あの、なんだっけ、 P マークじゃなくて E マークじゃなくて E ゲージか。そうそう。はい、じゃあシュプリームさん。はい、キンちゃんラーメンが食べたくなった。あ、もう。そしてケインさん。今まさにキンちゃんラーメン食ってました。タイムリー。もうあれだよ、タッちゃんが何でもいいから報告してって言うからさ。本当に来ましたね。どんどん銀のおたるさん、報告します。友達から LINE が来ました。おめでとう。大塚健二さん。はい、タッちゃん、緑の斑点着てるの。そうですよ。あ、斑点って何。テントウムシじゃない、カメムシみたい。ゴーヤーみたい。ゴーヤーマー。感想が下手。下手。はい、銀のおたるさん、もう寝ます。あ、ちょうどいい時間です、はい、というわけで、はいはい、エンディングの時間です。今日も結構早かったですね。前半どうなることかと思いましたが。これも奇妙な感じのお話です。はい、というわけでエンディングのお時間です。最後までお付き合いいただきありがとうございます。また来週この時間にお会いしましょう。お相手はレイナとミチと達也でした。この番組は未来へつなぐ安心をお手伝い、株式会社ジャストリホーム、手打ち麺自家製生麺の超デーグワー、可愛いがたくさん詰まったフォトウェディングのメイリーブライド、お酒を飲むすべての世界へ、琉球酒豪伝説の有限会社下地の提供でお送りいたしました。小さな南の島から始まる声を通してつながる世界。皆さん、合言葉はせーの、ドラゴンアイズ。まったねー。レイナ、ツイキャス越しに手振っているよ。レイナ振ってるよ。スピーディーワンダーはだんだんハゲてきてる。ドラゴンアイズ、レイナかわいい。バイバイ。エンディングエンディングエンディング。本当に1時間早いです。また来週ありがとうございました。今度は4人で、はい、ドラゴンザワーズ。じゃあ違う。違うね。
お疲れ様でした。そして金ちゃんの前歯可愛すぎって。前歯ピタってる。あのそうガチャピンみたいな前歯なの。大人の雰囲気が出てますよ。ドラゴン、ドラゴン、アリさんありがとうございます。あざっす。また来週もお会いしましょう。現金1万円プレゼント、金ちゃんラーメン。え当たったの。そんな携帯当たる人いるのかね。いるんじゃん、やっぱり。別に当たった人はぜひ報告。現金とかじゃなくて、なんていうの、検証とか。検証とか、何名様のやつ。お、おばあおばあちゃん、最近来てね。ちゃん、切ってしまったやつ。いや、入ってない。大丈夫、あの、ユーストリームには入ってるから。あ、そう。ご飯食べた。食べてへん。ラーメン食べ行く。はい、いいね。これです。なんか、途中から来たのかって。途中から来たのかって。来ました。あ、来た来た。違う、なんかやったら細かいとこつくじゃないですか。なんでミッチー遅れてるか。お疲れ様です。何何何